シェルパチャンネル。え、皆さん、こんにちは、シェルパチャンネルです。こんにちはえっと、まあ、今回から、少しあのシステムを変えて。えー、いつもより、あの、短めに、こう、一回ずつ。 やって何週間かにわたってお送りしようかというこれでちょっと切り替えてみて、まあ、皆さんどういう反応なさるかということですけども、まあ、いつもより1回が短いですけどその代わり同じテーマでず割と何週間か続くというようなことになりますが、まあ、ちょっと見てみていただきたいと思います。ででさて今日はあの、えー、っとちょうどこれ 今2021年の3月で今収録してるんですけどもまああのホットな話題とすればコ,コロナはもうか英語教育的にはあんまり関係ないんで英語教育的に言うと,、えー、と大学、えー、と入試共通テストというまあいろんな俗,俗に新テストとか言ってる人もいるけど、えー、といわゆるセンター試験があの かなりり大きく変わりましたんでそれのまあ元年というか1年目、えー、になるので、えー、その話題についてちょっと皆さんとおお話をしてそして、えーとまあ、どんな感触か中身についてどんな感じをお持ち,お持ちになったかとかそれからまあこれ続けると。 まあ、高校入試じゃなくて、高校の授業ですね。英語授業にどんな変化があり得るかなとか、いうことですね。まあ、あの外部の試験を使うとかっていうのは、ちょっと。 1>, 1回流れてその後どうなるか分かりませんけどもあのセンターの方の要するに大学入試共通テストというのが始まりましたからこれはまあ結構中身大きく変わったのでそのお話を、えっと、これから何週間かかけてやろうかと思っております。それでえっと、何はとともあれ、えっと、変わったことをです、ね、に関して、えっと、皆さんの どんな感想かということで、まあ、これ、リーディングとリスニングも随分変わりましたので、えーとまあ、とりあえずはリーディングから行ってみたいと思いますが、まああの、関連してリスニングはこうだっていうようなことをおっしゃっても構わないと思いますが、さあ、リーディングにつ、まずリーディングからあ感想ということになると、どんな感想をお持ちでしょうか。いやなんか時間はあの以前のあセンター試験かと同じなんだけど、 自分で実際やってみて。 非常に疲れたっていうかもう疲労困憊したん <laughs> <laughs> ですよ。だからまつまり、あの、何ていうかな、文字数がもうとにかくめくってもめくってもなんか英文がもうあって、かなりこれ集中力っていうか、こう要求されるなって思って、まあ頑張って最後まで解きましたけど、すごく疲れたっていう。で、正直言うともっと疲れたのがリスニングなんですけどね。<laughs> うん。うん。なんかまあ、すごく語彙数が増えたから、 ああああここ、これに負けない英語力つけないといけないんだなってことをしみしみ感じましたね。鈴木先生もやってみました <laughs> あもちろん私も解いてみましたけども、うん、僕も、まあ、ちょっと疲れたなっていう。 <laughs> まあでもやっぱり高校生だったらいいんだろうなって気もしたけど <laughs> ええそうかな英語の先生が疲れちゃうというだから <laughs> じゃ生徒は若いから大丈夫とかっていうことなのかどうかま,、ね、まあまあ半分冗談で半分大きいですけどね <laughs> <laughs> まあでも大門の1と2があのまあ発音問題とあの文法の、うん、文法語法問題がなくなったっていうことでもう本当にいきなり最初から、はい あの、ま、これ、ちょっとなんですか、LINE っぽい、あの、チャットの読み物から始まりますけども、徐々に徐々に、こう、分量も増えていって、最後の方に本当に、あの、息がついているのかなっていうぐらいな感じの印象を私も持ちましたね。で、一応、あの、私、センター試験の、あの、語数みたいなものを前に調べたことがあって、まだその語数調べて、かつ、あの、1分間にどれぐらい、あの、早く読めれば、 あのまあ、こうちゃんと全部読み切って解けるのかなっていうのを試算をい,る、はい、いくつか、まあ、シミュレーションして出してたんですけども、はい、えとそのセンター試験の、えーとまあ、ここ最近、まあ、5年ぐらいの、まあ、センター試験だと105から1 3十語ぐらいを1分間で、うん、あの読まなくてはいけないっていう試算で、はい、今回ちょっとやってみたんですよちょっと、はい、あの今回の収録のために<ー>、えー、出してみた結果ですね、えー、140、うん なので、まあ、ちょっと、まあ、やっぱり WPM は1分間に何度かワーズパーミートですね。で、それがまあ10ぐらい増えてるんで、うん、まあ、あの、その10でこんなになんていうんですかね、印象がここまで違うのかなっていうのはちょっと意外といえば意外なんです、うん、まあ、とにかく全部リーディングにあったっていう。そのあのけけ計算はどういう計算になってるんですか、こあ、これはですね、えー、っと、もう、 今まではあの大門の,あの文法とかあの発音問題があったので、いろんなシミュレーションあったんです、はい、今回も本当にシンプルに、うん、えと全部の語数ですね、これが大体5 7 0百語ぐらいだったんですけども、はいはい、これをえと2度読みしたというふうに仮定して、はい、でそれであの80分であの割ってるっていう数,、うん、数式になります。うんね、でもさあの、回答を考える時間っていうのも実際はあるわけじゃない、うん 読んんですぐ回答なんか塗りつぶせるってわけでもないしだから実際もっと2度読みって前提だったらもっとプラスアルファのスピードがよ要求されるってことになりますよね。まあそういう計算もまあ可能で今のは単純計算で確かあの昔あのベネッセーかなんかが出して 130WPM とかっていうのも同じような2回読みであるっていうこととそれから確か1回読みい 1、えっと、問回答するのに1分とかっていうそれでだから何十問あるからそこで何分で、うん、それで2、えっと、度読みするっていうのって計算して130とか出てたと思いますけど、うん、まあ今太田さんが言ったみたいに今回のは2 <laughs> 度読みで済むかいねっていう <laughs> えこと二2度読みというよりかむしろ行ったり来たり行ったり来たりして、えー、やらないといけないということだからまあその辺の。 時間はねものすごくあの本文自体をずっと通して読むのに、えー、かかるというよりかもうまた読み返さないとわかんないみたいなね、うんえー、そういうことはありますね。うん、なんか本文だけで言うと1200語ってね、うん、ネットでは書かれてましたね。うん、それであとはも問題文とか、えー、いろんな選択肢とかそういうのを全部入れると。 相当多いっていうことだけどまあ,あのとにかくごってりと増えたよっていうこと、うん、それからまああ、えー、とでえっと話し合いますけどもとにかくでっかいのはやっぱりあの文法の大門とそれから発音とかイントネーションというのは、うん、あの大門としては消えたっていうことでしょうね。うん、だからえっ、ー、と今回も大門6個だけど。 要するに昔はその中にこの今言った2つ入ってたやつですけどそれが全部6文ともあの長文まあち,ょっとちょっと短めから本当の長文みたいなものからまあいろんなジャンルのものをどっと6個読まされるというまあそういうことになりましたねだからそのあ。あ,のあすいませんリード文っていうのかなあのもんえ前は選択式の時で問題文はやっぱり英語でしたっけ 日本語でしたっけあ問題文ってのあの指示文何々しなさい的なやつ、指示文。しあ指示、えーっと、クエスチョンではなくて、その大文ごとの指示文ですかね、うんうん、それは多分日本語だったと思うまです。ですよね、それが英語になったし、で、まあ、あの必ずどの,その資料も、どの読み物も、こういう場面ですとか、うん、こんな状況ですって言って、うん 英語で、その説明文が最初にね、何行かあって、結局それも読まないといけないっていうも、もうとにかくオールイングレッシュだから、まあなんか行き着く暇もないっていうね。うん、<laughs> 日本語一切ないし。うん